ということは足の疲れから結構上がってきてたよってことなんですね。よいしょ。驚きだったけどね。もうちょっと下下がった。それぐらい、はいはい、それぐらいでいい。今が背中触っていきますよ。うん、足ほど痛くないでしょ、うん、でもこれ足の2倍ぐらい入れてくるんですよ。そうで、この強さを足ですると耐えらんないの、うん、人って、はい、1番とかでするとこれぐらい入るから、うん、これふくらはぎでやってみようか。痛いですよ。でも痛いことは痛いです。痛いことは痛いね。知ってる。知ってるよ。知ってるよ、ちゃんと。体ね、ひねるとね、危ないので、足とかバタバタしてくれていいけど、こうひねられたりとかすると、ちょっとあの危ないので、ベタッとしといてください。はい、これ、これ、上げると。変な方向に力入っちゃうからね。はい、やりたい気持ちはよくわかるんだけど、危ないから足とかバタバタするにしといて、はい、しんどくなるよね。左側は対人関係のストレス、思い当たる人いない？その人がないんです。知らないけど、まあ生きてたら人間誰でもあるよ。
痛気持ちいいです。ん？痛気持ちいいでしょ？はい。これなんかみんな今ね、肩甲骨剥がしとか言ってるけど、しっかり押さえば取れるんですよ。だってマッサージ受けてるだけでね、ハァハァ言ってるしね。そうそう、大丈夫？いける？なんとか。これ以上弱くできない。ごめんね。出てくる場合がある。時間ある人とかヘッドコースとかやった人だけにするんですけども、ちょっと今時間が余ったので、これめっちゃ気持ちいい。本当だって。で、頭ドンと置いてもらって、ここ触るとね、少しね、ずれてるんですけども、そんなにずれてないな。ちょっと押さえときますね、はい、ここ押さえとくとね、めっちゃ気持ちいいでしょ、これ。ああ、いい感じです。やっとね。第二頸椎って首の骨のずれがここの辺に出やすかったりとか、首の疲れがここ出やすいとこなんですよ。ジーンってきます。ジーンってくるでしょ、はい、目の疲れとかにめっちゃ効くの、ここ。ほえーでしょ。めっちゃ気持ちいい。これ終わったらね、あとがね、目がかなりすっきりしたりとか、受けてるとめっちゃ気持ちいいんだけど、あの、鳥だからは全然ゼロなんだけどね。気持ちいいだけだから。うん、めっちゃ気持ちいいでしょ、これやってるとね、あの、何も喋れなかったら、こう、すみません。